ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。そういや、銀河にはダークマターがたくさんあるんだよね。ああ、そうじゃないといろいろ説明できないところがあるからな。確か、ダークマターがないと銀河公転してる天体が吹っ飛ばない理屈がわかんないんだっけ。そうそう。他にも、ダークマターの塊が天の川銀河を貫通しないと説明できないものとか。なんだその物騒な出来事、それで説明できることが逆に気になるよ。じゃあ今回は、ダークマターがもたらした天の川銀河の構造について解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。天の川銀河の構造、そこにダークマターが関わってるってこと。まあそういうことになる。まず、我々が属しているこの天の川銀河は直径約10万光年の円盤部と、中心にあるバルジ、そしてそれらを取り囲んでいる直径約30万光年のハローで構成されている。つくづくバカでかいね。30光年でもあれなのに、そこに万がついちゃうんだからさ。で、円盤部分には主に星と星間ガスがあり、水素分子を主成分とする濃い星間ガス、運は分子雲と呼ばれる。一方で、ハローにはダークマターが広がっていて、その中を球状星団や矮小銀河だとか、希薄な水素原子雲などのハロー天体が飛び交っている。ってのがおおよその全貌なんだ。ハローハロー言ってるけど、そもそもからしてハローってどういう構造なの？正確には、銀河ハローと言って、銀河全体を包み込むようにさっき言った天体が分布している。球状の領域を指しているんだ。今回のように、単純にハローだとかハロなどとも言ったりする。へぇ？それは銀河で共通なんだ。異なる。まず天の川銀河の場合だと、先の通り直径約30万光年ほどの球状に分布しているんだが、一般的にハローに存在する天体では、円盤のものと比較して構成の年齢が古く金属量が少ないそうだ。あ、そりゃデカさで違うのは当然か。デカさだけでもないんだけどな。今回のように、そんでその外側にはガスがあるんだけど、さらにその外側にはダークマターが直径60万光年ほどの球状に分布しているそうだ。死ぬほど巨大だった。ほとんどダークマターじゃん？そういうことになるな。ちなみに、重力のみが働いてると考えられるダークマターを考慮に入れれば、天の川銀河の質量のほとんどはハローに存在すると言っていいだろう。まだ推測だけど、その他には何か特徴があるの？天の川銀河のハローの構成分布には内部構造があるそうで、金属量が比較的多い内側のグループと、金属量の少ない外側のグループと分けられるみたいだな。それで二分してるって感じだ。よくそんなことわかったよね。どっかできっかり分割されてんの。これがその判断をさせた理由かどうかはわからんけど、内側の構成は銀河円盤の回転と、同じ方向に公転しているのに対して、外側のグループは全体の平均としては逆行回転していて、それぞれ異なった過程で形成されたことが示唆されたっていう経緯があるんだよ。ああ、そういうことね。ちなみに他の銀河じゃどんな感じになってんの？じゃあ身近なアンドロメダ銀河のそれについて話そう。この銀河のハローについては、ハッブル宇宙望遠鏡を使った観測により、ハローを構成する電離したガスが銀河から、130万光年というとてつもない範囲にまで、広がっていることがわかっているそうだ。天の川銀河の日じゃなかった。さすがは局所銀河群ナンバーワンの銀河だよ。だな。地球から見た場合、その幅は北斗七星の3倍にも相当するって話だからな。しかもハローの広がりは、方向によっては200万光年にも達するとされていて、天の川銀河とアンドロメダ銀河のハローは、すでに接触しつつある状態と考えられている。そういやこの2つの銀河衝突するんだったか。で、そのハローにダークマターが特に広がってんだね。そうなんだが、別にハロー部分のダークマターは一様に分布しているわけじゃなくって、様々なハロー天体を取り囲むようにして、ダークマターが特に集中した暗黒物質サブハローが、たくさん存在するんじゃないかって言われているな。外周にダークマター、中身に天体ってイメージ。へぇ、そういう感じで分布してんのか。見た目は気を解放した Z 戦士ってことだね。なんなんだよその例えは。だけど、初期宇宙でダークマターの密度の揺らぎから銀河や銀河団、大規模構造などが生まれる様子をシミュレーションした結果と、実際の観測結果を比べると、天の川銀河に存在するはずの暗黒物質サブハローの数に比べて、矮小銀河の数がめちゃ少ないのさ。うん、存在するはず、って何さ。そこにないんだから存在してないんでしょ。ピンとこなかったみたいだな。実はこの不一致ってのは、ミッシング、サテライト問題、と呼ばれ、未だに関係者の頭を悩まし続けている、宇宙未解決問題の一つとされているんだよ。え？なんで？さて、そこについて深く話してみよう。まず冷たいダークマターに基づいた理論によると、天の川銀河のような典型的銀河の質量、
つまり一兆太陽質量だな。それを持つダークマターハロー。まったまった、出だしからくじかないでよ。ダークマターが冷たい、ダークマターハロー。え？冷たいダークマターっていうのは、運動エネルギーが質量エネルギーに比べて小さく、粒子の運動速度が遅いダークマターだ。別名コールドダークマターとも呼ばれているぞ。ああ、ダークマターの区分みたいなものか。同じダークマターでもいろいろあんだね。実在するかはわからんぞ。こいつの場合は CDM モデルを説明するためのものってだけだしさ。CDM？ ビッグバン宇宙論に基づいて宇宙の進化を記述する宇宙モデルの中で、冷たいダークマターの密度の揺らぎが元になって現在の銀河団などの構造が形成されたとするモデルなんだ。こいつについて軽く説明する。同時に冷たいダークマターのことももっとわかるからな。どうやって宇宙ができた系の話のうちの、こうじゃね、の一つか。フランクに言うとわかりやすいな。で、まずダークマターっていうのは電磁波を放出も吸収もせず、また陽子と中性子からなる通常の物質とは、一切相互作用しない物質となる。のは今更だな。これまで散々聞いてきたしね。で、冷たいダークマター、熱いダークマター、そして温かいダークマターと散布されていて、これらの区分は宇宙初期。正確には物質有生期あたりに、その速度分散によって区別されているんだ。まさかダークマターがそんなに種類あるとは思わなかったよ。ざっくり言うと、熱いダークマターは速度分散が光速度と同じ程度で、冷たいダークマターは、光速度に比べて非常に小さい物質で、暖かいダークマターはその中間ってところになるな。ふむふむ。そんで CDM モデルってのは具体的に、宇宙の極初期に生成された物質密度揺らぎは、宇宙スケールが小さいほど大きな揺らぎを持つ。だけどその揺らぎの性質は、ダークマターの種類によって大きく変化すると考えられているんだ。さっき言ってた熱かったり冷たかったり、暖かかったりする連中ね。そう。熱いダークマターはその大きな速度分散によって小さな空間スケールの揺らぎを消してしまう。一方で冷たいダークマターでは小さなスケールの揺らぎが消えずに残ると考えられているんだよ。そろそろついていけねえ。要は、熱いダークマターによる構造形成じゃまず最初に超銀河団スケールの構造ができて、それが分裂して銀河団、銀河といった小さい構造が作られることになると言われているんだよ。でっかいやつがどんどん細かくなっていくって感じってこと？ああ。ちなみに、そういう構造形成のシナリオをトップダウンという。あとこれは余談だが、お上が意思決定をして、下々の者どもにそのようにやれと指示を出すのもトップダウンだ。ああ。意味合いとしては近いね。それにしてもなんという例え。でだ。質量を持つニュートリノが熱いダークマターの候補となっているそうなんだが、エネルギー密度としてはダークマター全体の 10% 程度以下となってしまうんだよ。あ、わかった。ここまで言われたらさすがにわかるよ。冷たいダークマターの方が辻褄合ってんでしょ。そういうことだな。一方で熱いダークマターの場合最初に小さなスケールの構造ができて、それらが集合して合体、銀河から銀河団、超銀河団というでかいスケールの構造を作っていく。こういうシナリオはトップダウンの逆、ボトムアップと呼ばれているんだよ。下克上ってことだね。でもさ、熱いダークマターはニュートリノがあるのに冷たいダークマターには。まあ確かに現時点で冷たいダークマターは未発見だ。だけどニュートリノは候補でしかないし、冷たいダークマターにも候補として、素粒子の超対称性理論に現れるニュートラリーノと呼ばれる。基地の中性のボソンの超対称性パートナーが想定されているから、可能性はあると思うぞ。何言ってんのかわからねえ。けど、冷たいダークマターにも希望があることは分かったよ。そんで、そのボトムアップっていうのが、とどのつまりは CDM モデルになるんだ。ああ、今のところ銀河の空間分布の観測から、この冷たいダークマターモデルが支持されてるけど、メガパーセクスケール以下の構造の観測から、このモデルでは説明できないところもあるそうだ。となると、熱いやつもワンチャンあるってことか。要はよく分かってないんだね。それを言っちゃおしまいだが、実際そうだから反論できねえ。で、お次は、何だったっけ？ダークマターハローだよ。銀河ハローとはまた違うの。ああ、それか。ダークマターハローっていうのは、自己重力で集まったダークマターのことを言う。手前で話してるからわかると思うけど、バルジや円盤、ハローと共に銀河の基本構成成分だ。ダークマター自体謎が多いはずなのに、基本構成の一つになってんだね。ある前提か。ないと説明できないしな。いろいろと。そんでもうちょい具体的に説明するならば、ダークマターハローにガスが引きずり込まれて集まり、そのガスから星が生まれて、銀河が誕生すると考えられているって感じ。ダークマターハローは銀河を宿していると言っていい。ほえー。まるで母体だね。
つまり、このダークマターハローが銀河質量の大部分ってこと？そういうことになる。その上、星やガスの運動に大きな影響を与えていると言っていいだろう。でもそんなハローが存在するってなんでわかるの？やっぱいろいろと説明できないから。それもあるけど、渦巻き銀河の平坦な回転曲線こそがダークマターハローが存在する確たる証拠だな。ダークマターハロー同士が重力で引き合い、合体を繰り返して、よりでかいそれに成長するんだ。これで直接観測できれば、結構な数の真実が見えるんだろうけど。見えないのは仕方ないさ。だけど背景天体の形を歪める重力レンズ効果やダークマターに束縛された。高温プラズマから放射される X 線の観測などによって、間接的にはその存在は把握されているぞ。ふむ。ようやく、なんとなくだけど分かった気がする。で、何の話してたっけ？ミッシングサテライト問題だよ。天の川銀河みたいな銀河にはダークマターハローがあって。それは、一つが1000万太陽質量から1億太陽質量という膨大なダークマターの塊が、数百から数千個も存在すると予想されている。だけど、とりあえずここまではいいな。大丈夫。だけど、天の川を実際に観測すると、付随する衛星銀河はたったの20個余りなんだよ。なんで？だからそれが問題、なんだって。たったそんだけしか検出されていない？つまりこの不一致を、ミッシングサテライト問題というのさ。実際にダークマターの塊が多数存在するのか、はたまた衛星銀河の形成過程に何らかの抑制機構があったのか、未だに不明なんだよ。そういうことか。ちなみに衛星銀河とか矮小銀河とか言ってるけどそれって何なの？私たちのいる場所は天の川銀河でしょ。そんでお隣はアンドロメダじゃんか。他にもあんの？あ、衛星銀河自体を知らんのか。こいつは重力の相互作用により、より大きな銀河を公転する銀河だよ。銀河が公転するだと、別名、バン銀河、とも言って、どういう銀河かはこれまでの内容通りだ。まあおさらいしとくと、重力の相互作用により、より大きな銀河の周囲を公転する銀河。ってのが定義になるかな。銀河にくっついてる銀河か。マジで星って全体で同じような動きしてんのね。浮遊時誘惑星とかの例外もあるけど、まあ概ね似たような動きであるのは否めないか。で、公転する銀河の組では、一方がもう一方に比べて極めて大きい時には、大きい方を親銀河、小さい方を今言ったようにバン銀河、または衛星銀河って呼ぶんだよ。太陽系に当てはめるとわかりやすいな。衛星か。そんじゃあさ、似たようなサイズの銀河だったら、両方が同じような大きさの時には、恒星に対して言うように連星系を形成しているというんだよ。なお、ほぼ同程度の質量を持つ銀河同士の合体をメジャー、マージャーと呼ぶのに対し、バン銀河同士の合体をマイナー、マージャーと呼ぶそうだ。天の川とアンドロメダなら前者ってことだな。へぇ？ちなみに天の川銀河にはどんだけのバン銀河があんの？名前が売れてるやつだと大マゼラン雲、小マゼラン雲、コグマザ矮小銀河ってところかな。大マゼラン雲だと、質量は天の川銀河の10分の1程度、直径は20分の1程度になる。そういう、天の川銀河より小さい銀河が天の川銀河を公転してるってことか。マジで壮大。で、計算上だと天の川銀河にはもっと衛星銀河、バン銀河がもっとあってもいいってことなんだね。そうそう。今の時点でまとめると、天の川銀河には暗黒物質サブハローがたくさんありそうなんだけど、その数に比べて矮小銀河、つまり衛星銀河、バン銀河の数がマジで少なすぎるって状況なんだ。で、何度も言うがそれをミッシングサテライト問題と言って、これを解決するために科学者たちは日々奮闘してんだよ。ふむふむ。そんで解決はできそうなの？この話をここでするってことは、期待してるんだけど。さあそこだ。そこで慶応義塾大学の横塚弘樹さんたちの研究チームは、延山45メートル電波望遠鏡で、2014から2017年に実施された、天の川の分子雲サーベイプロジェクト、フギンの観測データを使い、天の川銀河の分子雲の中でも特に大きな速度を持つものを探査したんだよ。そこで特異な分子雲を発見。特異、ってか、そもそも分子雲ってなんだっけ？主に水素分子からなる星間ガス雲のことだよ。分子雲の中でも特に密度の濃い場所は星が誕生するんだぜ。まさに母体ってことか。てか、星でもなんでもないのによく見つけるよね。天の川銀河だと分子ガスは星間物質全体の体積の 1% 以下だそうだが、太陽系の軌道の内側にある質量の約半分を占めるほど密度が高い領域となるんだ。分子ガスの塊は銀河系の中心から、3.5 から 7.5 キロパーセクの距離に環状に広がっていると考えられているぞ。あ、めっちゃ広大なのか。
それに宇宙は何にもないから、何かあればそりゃ気づくか。ちなみに天の川銀河の場合だと、銀河系の一酸化炭素の大規模なマップを見るとわかるんだけど、ガスは銀河の過剰湾に沿って分布しているそうだ。まあマップを見れば一目瞭然なんだけどな。どのくらい時間をかけてそんな風に分布するの？分子ガスの大部分は過剰湾にあるため、分子雲はそこを通過する時間の千万年の間に形成するそうだ。それともう一つ、分子雲にはタイプがあるんだ。暗黒星雲だとか巨大分子雲、分子雲コア、グロデュール。ダメだ。脳みそが追いつかねえ。とりあえず今回発見したやつだけでいいよ。オーケー。で、この分子雲 CO16-134-0553 は縦座の方向約1万3000光年の距離にあり、視線方向の速度が秒速約 40km という大きな速度幅を持ってるが、星団などの太陽天体は特に付随してない。穏やかな環境にある普通の分子雲は速度の幅が秒速数 km だが、それと比べて非常に高速となるんだよ。ふむ。未知の天体が、この分子雲に運動エネルギーを与えたとかあるんじゃない？なかなかいい答えじゃないか。延べ山45メートル電波望遠鏡でこの分子雲を追観測したところ、CO16-134-0553 は、約15光年 ×3 光年のサイズを持っているそうで、その力学的エネルギーが、なんと太陽高度の780倍にも達すること。だけでなく、視線速度が異なる、二つの雲が繋がったような構造をしていることが判明したんだよ。と、とんでもないエネルギーなんだね。でも、視線速度云々は何なの？そこなんだが、その前にもう一つの発見があるんだ。それはこの CO16-134-0553 が、過去に強い星間衝撃波を受けた痕跡が残されているってことだよ。これが今回のポイントだ。衝撃波？まるでそこを衝撃波が突撃したから、雲が切り裂かれて後で繋がったみたいじゃんか。ほう、なかなかいい視点をしてるじゃないか。そういうことで、フギンサーベイのデータから改めて、分子雲の周辺の環境を調べたところ、実はこの分子雲は直径約50光年の膨張する嗅覚。つまりシェルだな。その端に CO16-134-0553 と似た分子雲が複数存在することが明らかになったんだ。うん、端っこにも CO16-134-0553 に似てるって？もしかして？さらに、中性水素原子が放射する電波で、天の川銀河を全点サーベイしたデータを使って広範囲の構造を調べると、この分子雲がある位置に直径約230光年の巨大な原子ガスの空洞が存在し、その下に長さ約900光年×幅約230光年のフィラメントが存在することも分かったのさ。ちょっと待ってよ。それが真実なら、シェルとかフィラメントっていうのは天の川銀河を貫くみたいに、一直線に並んでるってことだから、なんかが通過して貫通した。は、そう。あたかも、銀河ハローから降ってきた何らかの天体が天の川銀河の円盤を高速で通過したようだろ。なるほど。でも何が貫通したかなんてわかるわけがないよね。そこなんだが、フィラメントの先端には明るい天体が特に存在しないことから、降ってきた天体は矮小銀河や球状星団になり損ねた、暗黒物質サブハロー、だった可能性が高いそうだ。ここで出たか、暗黒物質サブハロー。矮小銀河よりも小さな暗黒物質サブハローは、標準的な宇宙モデルに基づいた、構造形成のシミュレーションなどで存在が予測されていたけど、実際の観測で存在が確認されたのは、初めてなんだね。で、それが CDM モデルってわけだ。いや、この場合は CDM モデルじゃなくて、ラムダ CDM モデルとなる。え、違うの、また別の理論。近いっちゃ近い。さっき話した CDM モデルに、宇宙光ラムダを加えた宇宙モデルなんだ。銀河の回転運動や銀河群、銀河団の運動の観測から、宇宙には光を発しない暗黒物質が存在することを仮定。そして元素合成理論から、暗黒物質の主成分が暗い天体ではないこと、さらに普通の物質とは重力以外では、弱く相互作用しない非バリオン的な物質であることが知られているかな。ちょっと難しいけど、難しすぎて吐きそう。その中でもニュートリノのような熱い粒子じゃなく、冷たい粒子。つまりアクシオン、ニュートラリーノなどから、暗黒物質が構成されていると仮定すると、現在見られる宇宙の大規模構造をインフレーション理論で生まれた、揺らぎが成長したものとして説明することが可能なんだよ。すまん、これもクソ難しいな。ゲロゲロ。本当に吐くな。ま、それで予測はされたものの、実際に確認されるとは驚きだったらしいぞ。何回も一つピンとこないから、何回明示できるように貫通を説明してよ。そうだな。まず暗黒物質サブハローに包まれた通常物質の塊があるとするだろ。それが銀河円盤に高速で突入して、
空洞、シェル、フィラメントといった構造が作られた。って感じかな。それが今も跡として残ってるわけか。いや、本当宇宙のやることは人類にはデカすぎるね。てかさ、そのダークマター自体の質量はどんなもんなの？そこについて、興味深い研究があるから紹介しておこう。これは2023年9月頃の研究になるんだが、東京大学と愛媛大学の両者は同月11日、約130億年前の初期宇宙におけるクエーサーの分布を調べ、ダークマターの塊である暗黒物質ハローの質量を初めて測定することに成功したことを発表した。うん、暗黒物質サブハローじゃなくて、暗黒物質サブハローは、暗黒物質ハローの中のサブハローだから色々異なるけど参考にはなるだろ。で、130億年前の時代からブラックホールが活動性を高めるために必要なダークマターハローの質量は、一定であることを発見し、ブラックホールが活動的になる普遍的なメカニズムが存在する可能性があると発表。一定なんだ、しかも仕組みみたいなものもあるって。なんか確立されてんだね。かもな。そんでまず、ビッグバンから間もない頃、ダークマターはほぼ一様に宇宙に広がっていたとされる。その後やがて、わずかな密度差から濃い部分に次々と集積してダークマターハローが形成され、そこに通常物質が集まって星や銀河が誕生したと考えられている。のはすでに知っているだろう。一応、何度も聞いてるしね。そうした大半の銀河の中心には、大質量ブラックホールが存在するとされるそうだ。動的な銀河のうちでも激しく明るく輝いているものはクエーサーと呼ばれるけど、大量の物質を吸い込んで成長している超大質量ブラックホールが、そのエンジンと考えられている。へぇ？ブラックホールがね、そういや桁違いのエネルギーがあったか。そうそう。従来の観測から、大質量ブラックホールの質量が大きいほど、銀河の持つ星の質量が大きく、そして銀河の星質量が大きいほどダークマターハローの質量も大きいことが普遍的に知られていた。つまり、クエーサーとダークマターハローには関係があることになる。だけど、その一方で、クエーサーが実際にどの程度の質量のダークマターハローを持っているかは、これまで不明だったんだ。そんでクエーサーをがっつり調べたわけね。ああ。そこで研究チームは今回、スバル望遠鏡のシェルクスプロジェクトにおいて発見された。クエーサーを用いることを決定。シェルクスは、スバル望遠鏡の超広視野主焦点カメラ。ハイパー、スプリーム、カムを用いて300夜にわたる大規模観測を行ったプロジェクト。ハイパースプリームカム、SSP のデータの中から、遠方の暗いクエーサーを探査するプロジェクトとなる。300夜だと。ほぼ1年じゃんか。シェルクスでは、従来よりもとても暗いクエーサーを複数発見しており、これまででは観測不能であった。暗いクエーサーまで探査することで、サンプル数を大きく増やしたって話だぜ。これにより、従来より約30倍の個数密度で約130億年前のクエーサーの検出に成功し、その時大のクエーサーの群れ具合を測定することが可能になったそうなんだ。いろんなクエーサーを見ることができたんだね。それにしても群れって、その後の解析には107個のクエーサーを使用し、その空間分布からダークマターハローの質量が評価された。すると、太陽の5兆倍という結果が得られたんだが、どうもこれは130億年前のものだと相当思いそうだ。これを他の時代の測定結果と比較すると、クエーサーの存在するダークマターハローの質量は時代によらず、ほとんど一定であるということが判明。これは、クエーサーのように大質量ブラックホールが、活動的になっている、銀河のダークマターハロー質量はほとんど変化しないことを示すそうだ。5兆倍？もう想像ができないよ。重い方って言っても、軽いやつでも相当なもんなんでしょ。だろうな。一般に、一つのダークマターハローは時間とともにより多くのダークマターを集めて成長するため、その質量は時間とともに増加するそうだ。今回の結果から、ダークマターハローの質量がある範囲内にあると、その内部のブラックホールの活動性が高まる、つまり時代によらないクエーサーの出現に関わる、普遍的なメカニズムが働いているとも考えることができるって話だぜ。それが何か、ってのは今後なんだね。つうか、そんなとんでも質量が突撃してきたら、そりゃ天の川銀河にも穴が開いて当然だよ。未だに跡が残ってるし、納得の結果ってところだろう。てか、今後そんなのが来たら地球もやべえよな。いやあ、そういうこと言うのやめろ。そもそもダークマターがよくわかってないんだから。明日どうなるのかもはっきりわかんないんだからさ、宇宙は広いから大丈夫って信じてるけどね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録&高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。